調整卵寄せ植え調整卵とは、石箔の東洋卵としての名称である。石箔は、単子葉植物卵下に属し、日本の中部以南に分布する。紫褐色の茎が集まった株を木の絵につけ、赤紫がかった白い花をつける。別名の調整卵は、漢方薬に使われたことによる名である。これを、庭木や忍ぶ玉などに栽培することは、 古くから行われ、現在も行われるが、その中から、不入りや形変わりを選別し、名前をつけて栽培するに至った。江戸時代、天保年間には百を超える、命名品があったことが伝えられている。当時、大名などの上級武士に愛好家が多かった、復帰乱と対照的に、朝生乱の愛好家は、公家と町人に多くいたと言われている。その後、明治維新や、 第二次世界大戦の敗戦など何度か存続の危機があったが常に百ばかりの品種が存続してきた。種として不入りや姿の変わり者を楽しむ柄物が中心になっているが昭和の終わり頃より花物にも目が留められるようになり命名品も多数ある。古典園芸植物であり中国の文人趣味から始まったいわゆる東洋蘭とはやや異なった歴史の上にあるが 卵化植物であるから、東洋卵の一員として扱われる。干渉価値が認められる。各部分の特徴を芸という。茎のことを矢という。太くて短い形のものは俵と呼ぶ場合もある。並品の矢は大きいものは30センチメートルになる。棒状のもので、両端がやや細丸。命名品の多くは中型か小型で小さくまとまったものが喜ばれる。 短くて太いものは貫禄があるが、樹杉のように細いのが特徴になっているものもある。矢の色にも変化がある。並品では最初の年は緑色に近く、次第に紫褐色になってゆく。この色が薄く透明感のある黄色になるものを飴矢という。飴矢のものは大抵葉に中藩が入る。しかし中には飴矢でありながら普通の緑葉という。 例外的なものものある。また、青く透けるる。を持つも,のもあるまた白っぽく透けるものもあり、透ける矢のことを透けやという場合もある。透けていないものを泥やともいう。波ものの葉は楕円型か超楕円型で平らで、表面には艶がある。明名品に見られる葉の形には、波場のほか、細いもの、幅広いもの、ほとんど丸っこいものなどがある。また 葉が二つ折りになって反り返るのを特徴とする、青血取りなど独自の芸を見せるものもある。他に、葉の上に葉脈に沿った流気がある、いわゆる龍を出すもの、葉先が割れるもの、葉の周辺に粒状の突起を出すなど、様々な芸がある。特に派手なのが京地市で、茎の先端に近づくほど、葉が束になったり、よじれたりと様々な変化を見せ、茎にもねじれが出て、まるで、 八重咲きの花のような姿になる。葉の質にも厚いもの、薄いものと様々な差がある。また、表面に独特な照りが入る、ラシャチ、細かいシワが入る、チリメンチなど、表面の芸を持つものもある。葉に白や黄色の模様が入るのをブチ、または、不入りという。命名品には、不入りのものがとても多い。また、波物には茎や葉に赤みが差すものがあるが、 この色が不入りに乗ると虹のような美しい仕上がりになる。葉の円に沿ってブチが入るものを福林という。ブチが白い場合は白福林、黄色い場合は高福林という。また、葉の先端部だけに福林が出るものを詰め、内側の緑の部分にブチが細く入り込むのをこみという。葉の周辺部が特に濃い色になっているものを根福林という。葉の内側に ブチが入るものを中藩という。中藩を持つ品種は非常に数が多い。中藩の中央に緑の部分があって、ブチの中に緑の中藩が入ったようになるのを参考という。葉を縦に分けるブチを島という。明確な島の品種は少ない。細かく短い線状の島が多数入るものもある。ブチには葉が出た時から美しく出るもの、次第にはっきりと現れるもの。 はじめははっきりと出るが、後に曖昧になるものがある。前二者は良いが、後者は喜ばれない。せっこくには赤紫の色が濃く出る、赤花、黄色が濃く出る、木花、新弁の基部の反紋がはっきり出る、好意点。新弁が花弁化した六弁へ、赤色がほとんど発色しない、巣心、少林や八重咲き等の変わり咲きなど、多数の変異答えが知られ、 近年はそれらの後輩による選別育種も行われている。しかし早くきに特徴のない個体は調整卵に含めないことが多く、石刻花物という名称で別ジャンルの園芸分野として扱われる。なお、石刻は、いわゆる洋蘭の分野において、デンドロビウム主観後輩種の後輩親に多用されているが、交雑種は純血の石刻と完全に異なる園芸ジャンルに、 属するものとして扱われる。しかし、交雑種を石穀と再交配した広代では、純血の石穀に類似した個体も出現してくる。それらが石穀花物に混ぜられて、販売流通している事例がしばしばあり、純血を重要視する石穀園芸の混乱要因になっている。調整卵の品種は、栽培中にその芸が変わる場合がある。特に矢が、飴矢に変化する例がよくある。 その場合、品種の名前が変わるが、いつも同様な姿に変化することが多いのが面白い。そのため、この品種からは、これが出ると分かっている例が多い。ごく有名なもののみを挙げる。福林島中藩その他。ありがとうございます。